京有楽町日本放送の制作でお送りしています、アッコのいい加減2000回。今週は音楽企画、名曲ディスカバリー、懐かしの映画音楽リクエストスペシャルをお送りしております。リクエスト本当にたくさんいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。続いてはですね、はい、埼玉市のラジオネーム、ブロンズフィンガーさん、60代男性の方からいただきました。はい、ゴールドフィンガー007をリクエストしますと。これはよく知ってますね。アッコさん大好きだったでしょうね。最初の頃は見なかったんだけど、なんか見るようになって、そしたらもうやみつきになっちゃって、かっこよかったもんね、ショーン・コネリ。ショーン・コネリね。それで、車がさ、信じられないぐらい、なんか急にこう、スポーツカーになったりさ。インドカーですね。そうそう。はいはい。なんか、海に入ってったりとかね。そうそう、はい、海とかそうだし、腕時計で、そうそう、なんか、針が入っていたりとかさ。ああいうなんか細かいアイテムも、やっぱ007からですよね。うん、すごい腕時計であったりとか。そうそうそう。はいはい、それでもう絶対車がかっこよかったよね。かっこよかったです。銀行浮いたりとかさ。そうですそうです。あとはボンドガールですよね。あ、そうね。それぞれ映画で出てくるマドンナがいて。はいはい。まあ、007っていうのか007っていうのかっていうこう議論もあるみたいですが。ああ、そうかそうか。正式にはですね、最初の作品から、1971年までの第7作までは007だったそうです。はいはい。第8作、1973年の死ぬのは奴らだから007という言い方が正式名称になったと言われているようです。そんなもん珍しいんじゃない？そうですよね。ねえ、アメリカなんかそれを先にね、うん、言うはずなのに、ね。そうですね。私が見た時は007って言ってた。やっぱ60年代ですね。うん。そしてこれ今もこのシリーズが役者を変えながら、そう。続いているという。だっていろんな人がやったでしょ？すごいです。うん。まず最初にショーン・コネリーがやってですね、はい、その後、一作だけジョージ・レーゼンビーという方が2代目ボンドやってます。わかんないな。で、その後ショーン・コネリーが復帰して、はい、さらに3代目でロジャー・ムーア。ああ、はいはいはい。で、4代目でティモシー・ダルトン。ああ、あんまり覚えてないな。ここらティモシー・ダルトンあんまりヒット作なかったような記憶があるんですが。さらに。ゼロ7でもヒットしないのあったの？なんかやっぱ、当たったり、そうでもなかったりとかいうイメージがあるんですけど、あ、そう。必ず全部当たってるわけじゃないと思いますよ。で、ピアース・ブロスナンがやって、こう、イケメンの007になって、どういう顔か忘れた。ちょっと甘い顔ですね。そして6代目が、今のダニエル・クレイグという。はあ、この人になって急にね、そんなに大きい人でもないのに、そうですね。また、莫大なお金がかかってる感じしたね。しました。ダニエル・クレイグはなんかもうスタイリッシュになんか細身のスーツを着こなす。そう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 。ね、で、必ず女にモテるってもうすごい。そうです、そうです、うん。必ず何かこうラブシーンもあるんですけど。ああ、ボンドガールね。ボンドガールですね。で、リクエスト、ブロンズフィンガーさんからいただいたのはゴールドフィンガーなんですけれども、はい、ゴールドフィンガーのタイトルの意味は、金塊の魅力に取り憑かれた大富豪の名前なんだそうです。あ、そうなの？はい。私、完全に金の指だと思ってた。そうですよね。うん、金の指。まあ、大富豪はそういう。タタタタって、ゴールドフィンガー、チャーリー・バッシーが歌ってるって気がつかなかった。あ、そうですか。うん、そうなんですね。主題歌を歌ったチャーリー・バッシーは、ダイヤモンドは永遠に、ムーン・レイカーの主題歌も担当しているそうです。はあ、これ、昔のこのポスター、これ見ただけでもかっこいいね。かっこいいですね。なんか、黒のバッグに金。はい。